富士見の出身の漫画家、イラストレーター、ゲームクリエイターの力です。現在、富士見の歴史漫画を執筆中です。さらに映像化することになりました。タイトルは、富士見の歴史アニメです。2021年4月に開設する、富士見のステライーストで観覧できます。埼玉県富士見の市って、どこにでもありそうな、至って普通の街って思ってたんですね。えー、あまりにも普通すぎる街で、 話題がなかったら漫画に書くのは大変なんじゃないかなって不安だったんですね最初は。それが漫画を書くにあたって資料いっぱいいただきますと、戦争時代には大きな爆弾工場があって、その広さは東京ドーム11個分もあるものだったり、1965年頃昭和40年代っていうのは人口密度が日本一だったりとか、面白い要素がいっぱいある街で、 その、最近の面白話で言いますと、土器や遺跡っていうのが結構な頻度でポコポコ発掘されてたりするんですね。それがあの、ここ、4、5年ぐらいの、割かし最近の話だったりするんですね。街には、富士見野市立大井郷土資料館、富士見野市立上福岡歴史資料館っていう立派な施設がありまして、歴史を紐解く発掘品が多数展示されてたりします。富士見野の貴重な資料が山盛りでして、 漫画も充実するぐらい濃い内容になりました。今回力が作成する漫画は全ページフルカラーという特性を生かして資料館から大量の写真を使わせてもらい、より真実性の増す資料性の高い漫画にしてみました。漫画1コマに対して資料の写真を1枚掲載するページっていうのが多数ありまして、昔の白黒写真もカラー化してたりします。 近年白黒写真を自動でカラー化する技術っていうのがありまして、それを使ったら楽に漫画に組み込めるかなと思ってたんですけど、その、ちょっとそれはできませんでしたね、えー。画面内の要素がシンプルなものにしか適用されなくて、資料館からお借りした写真っていうのは、ちょうどよくカラー化できるものっていうのが一枚もありませんでした。なので、す、え、べ、っと、ての白黒写真を一枚一枚手書きによる着彩を施してフルカラー化しています。手間と時間を存分にかけた自信作ですね。 眉毛とか目とか、化粧みたいな着彩をすることで自然な顔にしてみたり、画面の仕上げを丁寧にすることで本当にあったような写真にしています。現在バリバリ執筆中のその進行状況を報告しましょう。背景も全部書き終わって、えー、挿入される挿絵っていうのも全部出来上がって、漫画記号でいうそのキャラクターが喋るセリフっていうのを囲う線、と書きとか吹き出しっていうんですけど、それももうペン入れが終わって、 残りりはメインキャラクターのの描画のみとなっておりますそして漫画を作成しつつなんと映像化作業もしています同時進行なのでその映像版の方も漫画と同様、えー、キャラクターがラフの絵の状態のままになってます不死身のステライーストで展示する時には完成版になってるんでこのラフの絵の状態っていうのはもう見れない珍しいものになるかもしれないですねえー、力はこういうラフの絵から本番のキャラクターのペン入れ着彩をしていきます 映像なので音声が入ります。音声はもう収録済みでして、プロの声優さんによる演技にも注目してもらいたいです。ナレーション役に野宮和則さん、学園ハンサムに出演してた声優さんですね。藤見野の自称神様、藤美憂役は正治あゆさん。藤見野の歴史を学ぶ少女、サラちゃん役は小田島風美さんです。 野宮さんとの出会いは以前テクノウチさんに呼んでいただいた花見で隣に座ってた方だったんですねそれで世間話をしてたんですけどやたらいい声で面白い方だったんで今回出演してもらったっていう流れになってますさて万能を映像化したものを見てみましょう貝塚はゴミ富士見野には上福岡貝塚という遺跡がありますここね六千年前 縄文時代の遺跡、上福岡貝塚です。貝塚が地元にあったの知らなかった上福岡歴史民俗資料館に、縦穴式住居の模型があります。地面を掘って深い床にして、木で屋根の骨組みを作って、かやを屋根にした家なのよ写真は2014年、上福岡貝塚発掘の様子です。家に人が住まなくなると、ゴミ捨て場になりました。 食物のカスや貝殻や割れた土器を捨てたり、遺体も埋葬されました。有機物は溶けてなくなり、土器や貝殻、骨が残ると、貝塚遺跡の出来上がりプロの声優さんの音声が入ると随分アニメっぽい感じになりますね。映像完成版ではここに効果音と音楽が入ります。効果音と音楽担当は並木学さんです。アーケードゲームの音楽を手掛けていまして、代表作は、 バトルガレッカ、デススマイルズ、ドトンパチ大王女、ケツイなど、もう有名なシューティングゲームの音楽をあの担当されてます。リキの開発してるレトロゲームで何度か音楽を作ってもらったことがあったので、今回依頼しました。映像用の効果音や音楽を大好きなファミコン音源で作成してもらってます。不死身の歴史アニメ完成時には、不死身のステライーストで見ながら楽しんでもらいたいです。 それにしても、不死身の歴史漫画を作るためにいっぱい調べて勉強したので、むちゃくちゃもう地元に詳しくなりました。子供にも楽しく読んでもらいたかったので、子供のいる近所の知り合いのお宅にお邪魔して読んでもらったんですね。そのうちのおばあちゃまも見てくれまして、昔から上福岡に住んでて、駅前にホウキが売ってたんだよっていう話とか、これあの、漫画の中でも出てくる本当の話なんですけど、 神福岡議ができるきっかけを作った星野さんの漫画のページを見て、そのおばあちゃまが小学校時代のクラスメートに星野さんのところの子がいたとか、なんかいろいろ当時の話が重なって聞けたりとか、面白かったですね。自分のお友達の横山さんっていう方が、まさか駅前で学生服売ってる横山さんだったっていうのを、あの、<laughs> 後から、あの、知ったっていうね。あの、最近知ったんですけれども、 まあびっくりですよね。でもう駅前にあった歴史の話がちょっと聞けたりとか、2020年は地元の歴史を深く掘り下げることができまして、より一層地元愛が深く強くなった一年でした。不死身の歴史漫画、不死身の歴史アニメでは歴史をわかりやすくまとめてみたので、2021年の完成を楽しみにしてください。不死身の在住の漫画家、力でした。